カサカサ、大変ゴキブリ出ちゃう。今日はね、修復はチャイナ、今日なんかめっちゃチャイナのね修復の人がいっぱいいた。私とはるなちゃんとゆうみさんの3人がねチャイナだった。20人もいなかったかな。今日は19人18人くらいだったかな。なのにチャイナが3人もいたの。今日はチャイナごめんね。もちまるもちまるごめんね。お疲れ様だよ。ありがとう、今日いっぱいチェキ取ってくれてありがとう。嬉しい嬉しいの気持ち。なんかそう、あんまりゆっくり書けなかったからね、もし今度持ってきてくれたら書き書き足すからね。なんかこれもうちょっと書いてほしいなみたいなあったら持ってきて。なんかねバタバタしててね、あんまおしゃべりできなくて申し訳ないの気持ち。でも会いに来てくれて嬉しかったよ。ごめんない。ゆみちゃんもだったね。そう、ゆみさんもチャイナ女だった。よしもちゆうちゃんごめんなさいごめんなさい。もちもちパンチチャイナシスターズ、そうよ、チャイナもちもちパンチごめんなさい。こも楽しの気持ち。わーよかった。髪色素敵。何色なんだろうね、わかんないんだけど、青に染めたの最初。青に染めて色落ちしたのがこれ。最初はね、あのオレオのさ袋あるじゃん、なんかそれぐらい青かったなんだけど、色落ちしてなんかなんだろう。でも今ライト当ててるからちょっと実物よりあの白く見えるかもだけど、何色なんかシルバーにちょっと黄ばみ出てきたよみたいな色ですフリート見られたの恥ずかしかった。スクショした、嬉しかったからスクショした。まるもてそんなことできるの。そう、なんか白チェキっていうなんか何も書いてないやつとかをなんか かけたりするのね。なんていうのかな、物販が落ち着いた頃、今日とかは結構そう、今日は朝も夜もすごいみんなたくさん来てくれたおかげでね、時間いっぱいまで回し回しで、今日みたいな日はあれなんだけど、ちょっと人が少ない時とか落ち着きがある時はなんかそのなんていうか、あの普通に回し終わったらなんか白チェキっていうやつ書いてみたいな言ったらそこで書ける。で今日とか10枚撮ってくれたのにさ、全然おしゃべりできなかったじゃん、かその分とか話せるよって言ってたそうバタバタしててなんか申し訳なかったと思うから、今度持ってきてもらって話してもいいよって言われたから、ぜひ持ってきて。まるもちまる気を増やしてほしいです、書き足す、じゃあ持ってきてかわいいよ、ありがとう。まもちもちオレオもかわいい、オレオうまうま、ごめんね、ゆきちゃん。ありがとう。ごめんね。もちボイス。ちょっともちまるのモノマネ、ちょっともっと練習してきて。全然似てなかったよ。ちょ、修行が足りないですな。ごめんね。今日ありがとうございました。思ってたより小さかった。小さかった。小さくないよ。大きいよ。あ、ナンシー。ハートありがとう。嬉しい嬉しい。シルバーで一緒に撮りたい、もちもちもち、また遊びに来てね。もちもちパンチ、みんなもちもちパンチしてる、ごめんね。すごい、ハート100個くれたのありがとう。もちもち早く挨拶行きたい、待ってるよ。遊びに来てね。明日もライブが2本あります、みんな会いに来てね。わ、明日会いに行くね。何しそうなの、バンダイジャパンと楽しもう。妖怪餅また持っていくね。持ってきて。カキカキする。6日ってなんて言うんだっけ ?6 日なんだっけね、忘れたけど。6日みたいなやつね。リベンジする。あ、白いチェキもサイン。わ、そうだ、そう。こないださ、書くね、みたいな言ってたのにさ、あ、レッスンでさ、先に抜けるの忘れてて。書くねって言っちゃったけど、あ、書けないじゃんって思った。
今度持ってきて。6なんだっけ、6日だっけ、わかんないけど6日持ってきて。待ってる。これを聞くとマクフルーリー食べたくなる。わかる、マクフルーリーうまうまだよね。止まる止まる、ごめんない、ありがとう、みんなごめんない。かわいいよな、かわいい、へへお姉ちゃんのも、お姉さんのもちもちちゃん、そうだよ、お姉さんだよ。ちまる、ちまるゆきです。ごめんない、ジンヤさん。もちもちパンチばかりだと地球が粉々になっちゃう。そうだよ、もちもちパンチ威力が強いから、そんなにパンチさせたらなくなっちゃうけど大丈夫みんな地球なくなっちゃうよ。もちこちょ最後にチェック取ったの1月4だった。入ったばっかり入ったばっかりだ。1月4は大人もちもあると思う。取ってくれるの待ってるねもちもちパンチは弱々パンチじゃないよ、最強だから。あなた泣いてた。ごめんねの気持ち。ちまりちゃんごめんね。わ、しんごさんもハートありがとう。ないだ、こんなにか、こんなにバボ顔なのにお姉さんだなんて。私はお姉さんよ、20歳だからね。ごはんライブお疲れ。チェキもありがとう、こちらこそありがとうで、マスクお揃いにしてくれてね、ありがとう。気持ちかわいい、やった、いっぱいもち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 パンチ。顔忘れてそう。忘れてないんだけど、かわいいの天才っすね。やった、サヒさん、さっきツイッターフォローしてくれた人かな、サササンみたいな人じゃない多分。ありがとう。とりあえずかわいらしいので燃えておきます。燃え燃えキュンキュンだね。ポーズ考えておきます。わ、それは嬉しい、もちまるポージングセンスないから。私も考えておくね、なんかやりたいポーズ考えておこう。大好きなもちこ、今日も可愛いよ、やった。キャキャワな20歳手記、やった。手記いただいた。天才、そう、もちまる天才だから。小学生から中学生になったよね。ん？おやおや？小学生？え？ちょっと何言ってるかわかんないかも。明日も大手町三井ホールライブ行くよ、よろしくね。わっ、楽しみ、みんな明日も楽しもう。顔忘れたらまた初見ですって挨拶ができる。初見じゃないよ、嘘つきはダメよ。僕はきっと忘れられてる。そんなことないよ、背高いなって思ってた。かあれ、アバターもちまるのやつもらってくれて、かも使ってくれてるの、ありがとう。とっても嬉しい気持ちだからスクショしちゃおうスクショした。もちもちちゃん天才なの、そうだよ、私天才だから。フォロバもありがとうございます。昨日ラップ優勝してました、やった。そう、もちラップすごいみんな褒めてくれるから嬉しいわ。もちもちちゃんまだ幼稚園児、違うよ、同い年同盟、そうだよ。でももっとお兄さんに見えた、本当に。えってなった、なんかよく同い年だねみたいななる人ちょいちょいいるけどさ、みんななんかもちまるがさ、なんかあれなのかな、こう幼いのか、みんながお兄さんなのかわかんないんだけど、嘘でしょって、えってなる歌がもちもちゃんなんだけど、みんな使ってくれてんの嬉しい。これのピンクのやつ、今ピンクじゃないけど、ありがとう。いや、ハゲてるなって思われて、そんなことないよ、いつも話すの楽しいなって思ってる。アバターあるのね、そうあるの、お星様1個でも投げたらもらえるからね、よかったらもらってくれたら嬉しい。今月は明日を入れたら4回はライブ行く、おいっぱい会えちゃう、待ってるね。もちまるもちまる、髪色変えた？
多分色落ちしてね、日々こう変わりゆく髪色なのよ。今はこれは青に染めたやつの色落ち。青にしたのね、いつだっけ、先月の、あ、ちょうど 1ヶ月前かも。ちょうど1ヶ月前くらいに染めたのが抜けて、今これ染めよう染めようって思ってるんだけどさ、空いてる日に美容院が空いてないんだよ。5に行きたかったの、5なんもないから5行きたかったのに、やってなかった。ちまちゃん日々可愛い気持ちすぎて癒される今日この頃、嬉しい。そう、なんかいっぱいねツイッターに書いてくれてたからね、いいねしてスクショした。キャーちまちゃん大阪に来るチャンスできたから嬉しい。あ、昇格してってことね、遠征メンバーに選ばれるように頑張りたいな。あれはね、なんか動員のランキングによってね、上位の9人しか行けないから頑張ってね、9位内に入って遠征行きたいね。大阪行ったことないから普通に大阪行きたい。たこ焼き、たこ焼き食べたい。もちこは年下には見えない。もちもち可愛いよね。そう、可愛いでしょこれ。使ってくれて嬉しい気持ち。髪ん、ピンクの髪の毛の子です。にっこり、お揃いだね。ほんとだ、髪ピンクだ。一緒もらった、ありがとう。みんなもらって、いずれ髪色が透明にで真っ白にしてみたい気持ちがある。なんかもっと白もいいかなってちょっと思ってたりする。青はあまり持たなかったね。すぐ、そう、すぐなくなっちゃった。なんか青だなっていうのがわかるのがね、いつぐらいだろう。でも撮影会、水着の撮影会出た時の写真見てるとさ、ちょっと青っぽい感じの気持ちもしなくもないから、そこが限界地点かな。そう、最近水着の写真小出しにしてるからみんな見てね。今日も一個あげた、明日も一個あげる。その髪色いいよね、本当嬉しい。派手髪、派手髪あんま好きだよって言ってくれる人いないから、髪の毛褒めてくれると嬉しい。メンバー全員とのチェキ今日でコンプリートしました。え、すごい、おめでとう。そう、今日はね、なんとさやさんのお誕生日だったんだよ。めでたき。恥ずかしすぎてスクショした大阪毎月行ってた時期がある。え、すごい、新幹線で、すごいね、大阪の民。もちもちパンチ、ゆうちゃん HH、 私は HH じゃないですみんなに H やって言われるけど、もちこ HH じゃないよ。水着写真直視できない。見て、で今日のやつめっちゃ漏れてると思う。今日のした水着の写真漏れ漏れちゃんなので見てほしいな。あ、超太った、184日、わーい、やっほー、ありがとう。3日連続で会えてとても嬉しい気持ちだったわよ。キムさん、また明日ね、また明日会おうね。明日はどこだっけな、白金、高輪、セレネ B2 っていうところで、なんか早いの切れないかもしれない、11時半くらいと、なんだっけ、あ、大手町三井ホール2個です。なんかすごいね、間が空いてんだよね。1個目が11時半でさ、2個目が何時だっけ、7時とかだっけな、なんか結構夜遅いの、すごい間空いてるんだけどね。みんな来てくれたら嬉しいな。水着自体は脱ぎじゃない、うん、水着、初水着だった。撮影会新宿ユニで一目見た瞬間に、あの子可愛いなってなった。嬉しい、嬉しいからスクショしちゃおう何でも撮っちゃおう、おばさん。ひのこさん、ありがとう。明日は多分一日爆睡しちゃうか、起きれたら。でも寝るのも大事だよ。会いに来てくれたらとても嬉しいけどね。でも寝るのも大切だから無理せずね、
起きれたらぜひ遊びに来てね。そうだったんだ。そう、水撮影会は出たことあったんだけど、水着で出るのはこの間が初めてだった。ガチョポーズとかが不慣れだったんだけど、また出れたらいいな。ということで、足軽ジャパンのねルームも今日もちこがやらなきゃいけないので、ちょっと一旦このチャンネルなんだろう、ルームを終わりにして、ちょっと次足軽ジャパンのルームやってもいい？な、今来たよみたいな人もいるけど、あ、カバン落とした日、あ、結局カバンなかった、なんか見つかったかもみたいな言ってなかったっけ、違ったんだっけ、ごめんない、みんなごめんない。もちこ撮影したいわね、ぜひ。また水着出ることあるかわかんないけど、もし出ることあったらね、まあ水着じゃなくてもいいけど、なんか写真撮ってくれたらいいな。じゃあ一旦終わりにして、この後足軽ジャパンのルームでやります。足軽ジャパンのルーム知らないよっていう人は、足軽ジャパンってローマ字、大文字かな、大文字でローマ字でなんか大文字で、あのローマ字で調べたら出てくる。なんかちょっと面白くなってた、大文字でローマ字で使ったけど取りに行く余裕がない。あ、そうなのか、あちゃあ早く取りに行けたらいいね。じゃあ次は足軽ジャパンのルームでお会いしましょう。そっちも15分くらいになっちゃうかな、明日ちょっと早いからね。なんだけどルーム切り替えてすぐ始めるから、みんなこのまま足軽ジャパンのルームで待っててね。じゃあ今日はもちまるのチャンネルはこれでおしまい、バイバーイ。この後足軽ジャパンのルーム来てねん、イエイ。